今日はその神楽坂で1年に1度夏だけに開催される祭りにみんなを案内する。一緒に日本の夏の夜を散歩しながら日本の夏の風景と伝統的な祭りを楽しんでいこう。神楽坂の歴史的には江戸時代から文豪や芸術家たちが集まる文化の中心地として栄えてきた。そのため多くの文学作品や映画の舞台にもなっていて、日本の文化と芸術に興味のある人にとって特に価値のある場所になっているんだ。また神楽坂には多くの神社や寺院が点在していて、歴史と信仰の深さを感じることができる。特に後ほど向かう神楽坂毘沙門天、そこはとても有名で、訪れる人々に静寂と癒しを提供してくれる。ここでは伝統的な祭りや行事が定期的に開催される。そしてみんなは地域の文化を体験することができる。神楽坂はアクセスも良好で、今日出発した JR 中央線総武線の飯田橋駅や東京メトロ有楽町線の神楽坂駅からも近い。観光客にとっても便利な立地になっている。ちなみにこの周辺には東京ドームや皇居などもあって、観光の拠点としても最高だ。神楽坂の特徴的な魅力の一つはその多彩な飲食店やカフェにある。特にフレンチレストランや和食の名店が軒を連ねており、食通たちにとっては天国のような場所になっている。今歩いているような小さな路地裏に入り込むと、隠れた名店や居酒屋が点在し、訪れる人々に古き良き日本の風情を楽しませてくれる。夜になると暖かい明かりが石畳を照らし、ロマンチックでセクシーな雰囲気が漂うんだ。このエリアはカップルや観光客に特に人気がある。また神楽坂の文化的な魅力は現代のアートギャラリーやアートイベントでも感じることができるんだ。地域のアーティストたちが作品を展示するギャラリーや、季節ごとに開催されるアートイベントが訪れる人々に新しいインスピレーションを提供している。散歩しながらショッピングを楽しむのも神楽坂の楽しみ方の一つだ。ここは神楽坂の中で唯一の豆腐店、勝の豆腐。1966年に創業されたすごく古いお豆腐屋さんだ。中には豆腐ももちろんあるけど、大豆を使ったスイーツも人気みたい。豆腐屋さんって商店街とかでも古い商店街じゃないとなかったりするから珍しい。ここは神楽坂の中でも人気の銭湯の一つの熱海湯だ。1951年にできたこの銭湯は今でも地域住民や観光客にとても人気だ。神楽坂の大きな特徴の一つとして、裏道で石畳の歩道を見ることができるんだ。神楽坂は別名東京の小京都っていう風にも呼ばれてる。神楽坂が石畳の道を維持している理由としては、歴史的な背景と美観、耐久性と観光地としての魅力を保つためなんだ。このエリアは江戸時代から続く古い町並みを残していて、石畳はその伝統を引き継いでる。石畳は丈夫で長持ちするから雨や雪に強いんだ。そして長期間にあたって美しい状態を保つことができる。石畳の道は美しい景観を作り出して、訪れる観光客にとって大きな魅力になってる。地域の住民たちは石畳を誇りに思ってるんだ。そして景観を保つために努力してる。
今からみんなに神楽坂祭りを見せていく。これは毎年夏に開催されるお祭りで、地元の人だけじゃなくて多くの観光客も訪れる大イベントなんだ。今からみんなに見せるのは阿波踊りだ。阿波踊りは日本の伝統的な踊りで、色鮮やかな衣装を身にまとった踊り手たちがリズミカルな音楽に合わせて踊る姿が面白い。地元の人たちだけじゃなくて他の地域からも多くの人たちが参加して観客を楽しませるんだ。今からみんなと見る阿波踊りは日本の四国地方にある徳島県で毎年8月に開催される伝統的な踊り祭りなんだ。日本三大盆踊りの一つに数えられていて、その歴史は400年以上にもわたる。この祭りはその陽気でエネルギッシュな踊りとリズミカルな音楽で有名。徳島市で開催される徳島阿波踊りは特に有名なんだ。Thank you.
踊りの起源は16世紀に遡る。これは徳島発祥の踊りなんだけど、この踊りは盆踊りの一形態として発展して、地元の人々に愛される伝統行事となっていった。阿波踊りには有名なフレーズがあって、踊るアホーに見るアホー、同じアホーなら踊らにゃソンソンっていうフレーズで知られてるんだ。この言葉が意味するのは、踊り手も観客も一緒になってバカになっちゃえっていうお祭りだ。踊りのスタイルとしては男性と女性で異なる踊り方をするんだ。男性は力強く腰を低く落として踊るんだ。腕を大きく振って足を高く上げる動きが特徴的。女性は優雅で美しい動きが特徴的。両手を広げて細かいステップで舞うように踊っている。今日すでに見かけてるんだけど、阿波踊りの踊り手は伝統的でユニークな浴衣を着用してるんだ。男性はシンプルな浴衣に帽子、女性は美しい網傘をかぶっている。これによって統一感のある美しい姿ができる。踊りの伴奏には三味線、太鼓、笛、鐘などの楽器が後から出てくる。これらの楽器が一体となって独特のリズムを奏でて、踊り手の動きを引き立てているんだ。途中でいろんな人が大きな声で掛け声をかけてるんだけど、これはえらやっちゃえらやっちゃ、やっとさやっとやっとって言ってる。これらの声で祭りが一層盛り上がって、観客と踊り手が一体になる瞬間を生み出してる。観客も踊りに進められることがあるんだ。見てるだけじゃなくて実際に踊って楽しもうぜっていうスタンスだ。まだ徳島の一番大きな阿波踊りのイベントには行ったことないんだけど、今回の神楽坂のイベントがすごく楽しかったから、今度時間が取れた時に行ってみたいなっていうふうに思う。規模がとてつもなくでかいから、みんなも気になったら徳島阿波踊りで YouTube で調べてみて、きっと楽しいと思う。グループが最後みたいだ。みんな阿波踊り楽しめた？俺は初めてこの場所で見たからすごい楽しかった。距離が近くてエキサイティングだったね。今日からみんながくれたコメントに動画で返信したいと思う。
今日変身していくのは前回のこの動画。この動画はすごく反響が大きくて、これは俺が横浜の近くにあるスラム街って呼ばれてる場所に行った時の動画なんだけど、一番視聴者からいいねがあったコメントがこれ。ボニファシオ、ボニファシア8679くん、 Your slum will look like our rich business district even more clean。 確かに日本でスラムってここは確かに呼ばれてる場所なんだけど、俺も海外たくさん行ったことあるからすごくわかるんだけど、日本でスラムって呼ばれる場所は綺麗だよね。でもこの動画ちゃんと見てほしいんだけど、スラムって呼ばれる場所にはちゃんと理由があって、ここは闇の場所なんだ。詳しくはまた動画見て理解してほしい。このコメントには一番いいねがついてたから、ベストいいね賞っていうことにしよう。次は俺個人的に嬉しかったコメント、ダニエル X10 くん、この動画はすごいよ。いろいろ褒めてくれてる、めちゃくちゃありがとう。俺の動画でみんながもっと日本のこととか日本語とか勉強していけるようにいいコンテンツたくさん作るから、ずっとフォローよろしくね。なんか俺に質問とかいろいろ日本のことでも聞いてみたいことがあったらコメント書いてね。今日はみんな見てくれてありがとう。次の動画でまた会おう。